優作です。大分ユナイテッドは7番の優作左サイドバック、今に行きました2番の啓太左センターバックです。ここにお伝えしておきます。その順のパスです。くさびが入って優作の内側で受けたんですが、さあウィナーズ奪って啓吾行くのと激しく来た。深さを取りました。巻きひか駆ける運ぶ、激しい対応は左のウィング藤本雄平であります。何してんねん、切り替えた、これでウィナーズボールのリスタート。長い球に逃げます。セカンドボール、ここも激しい、ちょっと慶吾が右足を気にしましたが、これはノーファウルでしたか。入れます、秋野戻って高野ヘディングのフリック、慶吾が後ろ向きで競ります。翔平らしい出足だ、こぼれ球、今判定しのぎに行きます。ルンパルンパも慶吾もいて、またチャンスシュート来た、上重です、当てた、おっと高野、右センターバック楓と交錯、縦パスを入れたんですがカットしたこぼれに歩む高と連続で反応、高のところで楓を潰しました。引き足で晒す、右に高山がいる、ステップを切って外しに行きましたが、ここはみんな押し抜きました。歩夢も守備に戻ってます。そしてカウンター、高さ敬吾走る、高いや高だ、これは敬吾飛び込んだ、よっしゃとの対戦、しかしながら後半先に点を取られた格好になります。さあどうだ、ゴール前殺到する、行きます、セカンドボール、これは17番のジュンがいて